続きまして、北川社長の挨拶です。北川社長、よろしくお願いします。12月に話は変わりますが、12月にブッダの四宿という本を、出しました。短く話しますね。その本のメインテーマは、人を大切にすることです。人を大切にする行動です。前作は言い方が9割、それは世のため人のために奉仕すること、人の喜びを勝ち取るための本です。で、うちの当社の営業、あとマネージャー、リーダー、優しすぎるんじゃないかっていう意見があるんですけれども、優しいんですね。実際優しいんです。何なのかと、祈り方が9割と、あとブッダの四宿、この2冊が今、マネージャー、リーダー、営業グループの中で一つ必読本、絶対読んでねという本です。で、株式会社ホールの、理念の本でもあります。最後になりますがね、この会場で本当にこうできることを、心にかみしめながら、今までね、20年間やってきた、約20年間やってきた会社経営、岡村とどもにやってきましたけれども、それはですね、技術者の生活を守るっていう一点だけなんですよ、私が目指してきたところは。売上とか規模拡大とかそんなもんじゃなくて、技術者を物扱いするような会社が多すぎるんです、ソフトウェアの業界が。それを変えるための、会社なんですね。だから世のため人のためであって、人を大切にすることであって、そういうふうな愛のようなこと、ね、そういうのをもっともっと皆様に伝えていきたいと思っています。本日は、ね、バイオリンの演奏もありますのでね、12月の24、25、イエス様の誕生日ですね。すごくもう近いのでね、ぜひ今日クリスマスソングも、演奏してほしいとお願いしていますので、イエスの、ね、愛をご堪能していただければというふうに思っています。私も皆さん一人一人を愛しています。そして営業グループ、マネージャー、リーダーたちも皆様一人一人を愛しています。愛とは何か、人を大切にすることです。以上をもちまして、私からのスピーチに変えさせていただきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。